ワールドコミュニティグリッドは人類に利益をもたらす科学研究プロジェクトに取り組むための世界最大のパブリックコンピューティンググリッドを構築するための取り組みである。2004年11月16日に開始されたワールドコミュニティグリッドは IBM によって調整されており、クライアントソフトウェアは現在 Windows、Linux、MacOS、AndroidOS 用に提供されている。 世界中のコンピュータの空き時間を利用して、ワールドコミュニティグリッドの研究プロジェクトは、ヒトゲノム、HIV、デング熱、スジジストロフィー、ガン、インフルエンザ、エボラ、ジカウイルス、バーチャルスクリーニング、稲作終了、クリーンエネルギー、COVID-19 などの側面を分析し、人類の脅威とされる課題の克服に貢献してきた。研究プロジェクトは、 数多くの科学論文を生み出してきた。例えば、2019年、WCG の協力を得て、オペンジカプロジェクトの科学者たちは、自家ウイルスの NS3 ヘリカーゼタンパク質を阻害する化合物を発見し、ウイルスの複製を最大86%削減するという論文を発表した。2020年3月現在、同組織は452社の企業や団体と、 提携して作業を支援しており、4万人以上のアクティブな登録ユーザーがおり、合計実行時間は200万年以上に及ぶという。公式サイトではこれらのことから、ボランティアコンピューティングと称している。2003年、IBM と他の研究参加者は、天然痘の治療法の発見を加速させるために、天然痘研究グリッドプロジェクトのスポンサーとなった。この天然痘研究では、 大規模な分散コンピューティンググリッドを使用して天然糖に対する化合物の有効性を分析した。このプロジェクトではいくつかの天然糖タンパク質に対して3500万個の潜在的な薬物分子をスクリーニングし天然糖治療薬として開発するための良い候補を特定することができた。最初の72時間で10万件の結果が返ってきた。プロジェクト終了時には 44の強力な治療薬候補が特定された。天然痘研究の成功を受けて、IBM は2004年11月16日、他の人道的研究を処理できる技術環境を作ることを目的として、ワールドコミュニティグリッドの設立を発表した。ワールドコミュニティグリッドは当初 Windows のみをサポートしており、UD 眼研究プロジェクトの 分散コンピューティングプロジェクトを推進していた、ユナイテッドデバイセス社の独自開発グリッド、MP ソフトウェアを使用していた。Linux サポートの需要があったため、2005年11月に、セティホームや、クライマテプレディクションなどのプロジェクトを支援する、オープンソースのバークリーをオープン、インフラストラクチャーフォーネットワークコンピューティンググリッド、技術が追加され、 ボインクの導入以来、MacOS 10と Linux のサポートが追加された。2007年、ワールドコミュニティグリッドは、サポートされているすべてのプラットフォームを、グリッド MP からボインクに移行した。先見的な科学研究と結びついた、技術革新と大規模なボランティア活動により、世界を良い方向へ変えていくことができるという革新の、と、人類に貢献するプロジェクトに取り組むため、 世界最大規模で公的グリッドコンピューティングを運用、構築するものである。対象となる研究は以下の4点に該当するプロジェクトと定められている。この規定内において毎年四半期ごとにプロジェクトが公募されている。2019年5月1日現在、ワールドコミュニティグリッドは4万2000以上のアクティブユーザーアカウントを持ち14万7000以上の アクティブデバイスを保有している。プロジェクトの期間中、累計200万年以上の計算時間が寄付され、53億個以上のワークユニットが完成した。参加して計算中のスクリーンの例で働かせる。2008年6月時点でサポートを終了した UD のクライアントソフトウェアを稼働の状態。参加資格は特になく誰でも個人で参加できる。無償の貢献であり、 金銭、物品や権利などを得ることはなく、また義務も負わない。成費は参加者一人、数との行動によるとされ、素人がその分野の発展にささやかながらも貢献できるものでもある。参加者は個人、または集団で会員登録をし、インターネットに接続した使用中のパソコンなどの余剰時間や余剰リソースを使用して、 DNA などを構成する分子の組み合わせ思考などの計算を行い、その結果を自動的にアップロードする。計算課題のダウンロード、結果のアップロードとも参加者には特別な操作は必要なく、意識することなく OS のマルチプロセッシング環境のバックグラウンド下で行われる。参加させるパソコン等の性能や、あらかじめ自分で決めて作るリソースの量や課題にもよるが、 累積約4から20時間程度で一つの課題を解き終える。パソコンの電源を長時間入れないなどして与えられたタスクはほぼ2週間以内に解かず結果のアップロードが行われない場合はその同一タスクはプロジェクトの本部によって別のメンバーにも与えられておりそのものの結果が有効となる。一つのタスクの処理中に次のタスクもダウンロードされ待機する。このようにパソコンは 常時次々とタスクを解いている。ボインククライアントの場合ハイパースレッドで2個分の CPU でボインククライアント処理する状況を Microsoft Windows XPSP2 の Windows タスクマネージャーで見たもの。2つのタスクを各 CPU が処理し、CPU 使用率履歴は3秒ごとにほぼ 0%-100% に触れている。履歴の前半は更新の頻度を 高に設定したもの。後半の履歴は頻度を通常としたもの。前半は CPU 使用率で設定値60%を超え63%となっている。後半は視覚的に平均約30%を示している。Windows、Mac、Linux のいずれかのオペレーティングシステムで稼働しているパソコンなどを使用するものが WCG のサイトから会員登録を行いメンバーとなり、ワールドコミュニティグリッドソフトウェアと呼ばれるボインク、クライアントをインストールし、稼働させる。一旦稼働させればパソコンなどのユーザーであるメンバーは、設定を行わなくとも、電源投入後自動的にバックグラウンドで働き、電源切断時も何らの介在を要しない。一旦稼働後の段階から、 WCG のメンバーとして参加し、貢献をすることとなる。必須事項ではないが、言語の選択は、ツールバーの、エヴァンスとオプションズ、ランゲージセレクションの中から、自分の好む言語を選択し、その言語での表示とできる。言語の選択肢は200通りを超え、一例として、英語の場合16通りの中から選ぶことができる。一般に英語と言われるものから、アメリカ英語、イギリス英語、 さらには、フィリピン英語やジンバブエ英語なども選択できる。中国語は7通り、アラビア語は18通りある。ジャパニーズを選択して日本語表示とできる。WCG ではいくつかのプロジェクトがあり、デフォルトではすべてのプロジェクトに参加することとなるが、個々のプロジェクトも参加の可否を指定できる。またインストールしかどうするとスクリーンセーバも WCG となり参加して、 タスクとして処理中のプロジェクトのものが表示される。WCG では新規のプロジェクトが立ち上がったり、プロジェクトが完了することもある。すべてのプロジェクトに参加するという設定にしておけば、これらのプロジェクトの増減に気を払う必要はなくなる。メンバーが選択したプロジェクトは、WCG 本部のサーバーに記憶され該当するプロジェクトのタスクが与えられる。日本語表示の場合、 高度な操作、プレファレンスからプロセッサー使用設定をデフォルトの60%以外に変えることができる。ここでの60%とは、ボイインクソフトウェアでタスクの処理を CPU で一時的に100%稼働させ、直後にタスクの処理を休止指令となる。このことを約3秒から5秒間隔で繰り返しタスクは細切れに処理され、 パソコン自体のプロセッサーの使用率は WCG のタスクとパソコン本来の用途であるアプリケーションや OS を含めて平均で60%となることを意味する一般に WCG への参加を行ってもそれが原因となってパソコンでの他のアプリケーションの処理速度が著しく落ちることはないとされるまた休止と一時停止と呼ぶ処理の中断が行え 何らかの理由により CPU の能力を WCG 以外のアプリケーションに集中させる必要がある場合にも対応できる。休止を解かなければ1時間中断、1時停止はそれを解くまで時間制限なく中断状態は維持される。WCG では FAQ やパソコンなどの必要なリソースとしてのハードウェア構成は頻繁に変更されるため、このことに関しては 英語でのみ表示され次に示す外部リンクの WCG のサイトで示される仕様が必要となる。プロジェクトごとにメモリーとハードディスクドライブ必要容量は異なるが、一般的な仕様と構成を持つパソコンであれば、その中のメモリー 250MB、ハードディスクドライブ 100MB を使用し十分対応できる。特定のプロジェクトの特定のタスクは、 世界中の複数のメンバーに重複して配布されるので、自分のパソコンがタスクに対応できなかったり、中断が長時間行われたとしても、他のメンバーがそのタスクを処理してくれる。なお、ボインククライアントを稼働した後、WCG のプロジェクトへの参加に加えて、ボインクのプロジェクトへも、メールアドレスなどを登録し、それぞれのプロジェクトのメンバーとなって参加できる。 これらのすべてのプロジェクトのタスクには、報告期限と呼ばれる締め切りの年月日時分秒が決められており CPU の処理速度が低速であったり、極度にリソースの割り当てを少ない設定とすると期限までに、タスクを終了できず単なる無駄に終わることもこともあり、各タスクの進捗状況を見ながら貢献させる、リソースを決めることが進められる。2009年7月末時点で、 約20のボインクのプロジェクトへの参加が選択できるが、多くのプロジェクトへの参加の設定をしても同時に一つまたは二つのタスク処理しか行えず、分散コンピューティングへの参加の貢献度が増えるわけではない。また、WCG のプロジェクトへは少なくとも一つ以上参加しなければならない。WCG 以外にもボインクの他のプロジェクトへの参加が可能である。 UD クライアントの場合参加に会員登録したものは貢献に提供するパソコンなどの能力。次の機器構成を総合パフォーマンス基準値100として考えられており、メンバーはその値以上、または以下のリソースを自分の機器によって構成したり割り当てて設定した上でリソースの一部を提供する。以上の構成が基準として100の能力とされる。 登録し課題を解いてもパソコンの自分の用途の処理が遅れるなどの事態はほとんどない。余剰のアイドル時間に処理能力としてのリソースの一部だけを使うものである。また設定により最大120分間まで課題の計算処理を中断できパソコンのトラブル時などにも切り離した状態にできる。この切り離し中はスムーズ状態と呼ばれる。また参加を意識する必要は 全くなく自分のペースでパソコンの電源を切ってよく、その場合でも課題の計算などの処理は細切れに継続され、いずれ簡潔に至り、その結果はアップロードされる。参加者を辞める場合は参加用のプログラムを削除する、または自動的スタートアップの設定をしなければよい。登録したメンバーは任意選択として、 さらに世界中のいずれかのチームのメンバーとなることもできる。2007年11月時点で約1000チームが存在しており、その中には数千人のメンバーを要するチームや一人でチームと称するものまである。米国 IBM もその資源を提供している。個人参加であってもチーム所属であっても貢献することには変わりはない。ただし、 ワールドコミュニティグリッド本部のウェブサイトは参加チーム名とそれに関する貢献度の統計データなどを掲載しているがチーム自身の URL によってチームが行う自己紹介や案内する事柄には責任を持っていない。ワールドコミュニティグリッドは企業や団体が企業や団体内で WCG を推進している場合パートナーとして認定している。 2020年3月現在、WCG は452のパートナーを持つ。また、人間の健康と福祉の向上に向けた取り組みの一環として、ワールドコミュニティグリッド上で完成したすべての計算結果をパブリックドメインとして公開し、科学コミュニティで利用できるようにしている。開始以来、ワールドコミュニティグリッドでは30以上のプロジェクトが実施されてきた。 その成果の一部は次の通りである、ガンマーカーのマッピング。このプロジェクトは、様々なタイプのガンに関連する、主要マーカーを特定することを目的としており、数千の健康な患者やガン患者の組織サンプルから、収集した数百万のデータポイントを分析している。これらには、肺ガン、卵巣ガン、前立腺ガン、水臓ガン、乳ガンの組織が含まれる。 これらの異なるデータポイントを比較することで、研究者は異なる癌のマーカーのパターンを特定し、様々な治療オプションへの反応性など、様々な天気と相関させることを目指している。プロジェクトは4種類の癌に焦点を当てており、最初は肺がんに焦点を当て、卵巣がん、前立腺がん、肉腫へと進んでいく予定である。トロント大学主催、エイズ対策フェーズにプロジェクトでは、 フェーズ1の結果をより詳細に見ていく。このプロジェクトは、実験の初期段階では、シミュレーションアーキテクチャが正しく機能し、信頼性の高い結果を与えていることと、ビダムとオータトックを併用することで、ビダムやオータトックだけを使用するよりも良い結果が得られること、という2つの目標を掲げている。結核対策プロジェクトは、現在利用可能な治療法に対して、 体制を進化させている細菌によって引き起こされる結核との戦いを支援する。このプロジェクトの計算は、細菌の保護膜にあるミコール酸をターゲットにしており、これらの分子の挙動をシミュレーションすることで、これらの分子がどのように細菌に保護を提供するかをよりよく理解することができる。ノッティンガム大学主催。叩たたけ。小児がプロジェクトは先行する。 ヘルプファイトチャイルドフッドキャンサープロジェクトの成果をベースに小児がんを標的とした新たな薬剤候補を探索するものである。対象となるがんは脳腫瘍、人ガ腫、肺細胞腫瘍、肝芽腫、骨肉腫である。2020年3月に中川原明博士が退任したため、知見責任医師は、 スマッシュチャイルドフットキャンサーチームの当初のメンバーの一人であったゴドフリーちゃん博士に変更された。また、新たな調査対象として PRDM14 と FOX01 が追加された。マイクロバイオーム免疫プロジェクトは、人の体内や体表にある細菌が病気にどう関わっているかという点に着目し、細菌の中にあるタンパク質を研究するもので、 約300万個の別々の細菌遺伝子でできている人のマイクロバイオームを研究している。細菌の遺伝子を学習することで個々の形を知ることができ、それぞれの物理的な形が細菌の機能を決定している。共同研究機関にはカリフォルニア大学サンディエゴ校、MIT とハーバード大学のブロード研究所、サイモンズ財団のフラットアイアン研究所などがある。 アフリカ交雨プロジェクトは、ワールドコミュニティグリッドのコンピューティング能力や、ザ・ウェザー・カンパニーのデータなどを利用して、降雨モデリングを改善し、サハライナンのアフリカの農家が作物をうまく育てることができるようにする。2020年4月1日、IBM はオープンパンデミック COVID-19 を発表した。このプロジェクトは、COVID-19 パンデミックの原因となった。 サーズコロナウイルス2の可能性のある治療法を特定することを目的としている。WCG はこれまでにもファイテスホームプロジェクトなどで提携してきたスクリプス研究所と提携する。このプロジェクトは CPU や最終的には GPU 上で実行され、すべての科学者が将来のパンデミックの治療法を迅速に検索するのに役立つ。 迅速な対応が可能なオープンソースのツールを作成することになる。プロジェクトは2020年5月14日に開始された。何らかの理由により状態がインターミッテントとなっているプロジェクト。多くは予定した処理をすべて終了しており、結果解析時に追加確認のウハイフが必要な場合と思われる。時たま少量のウハイフがある。叩け、小児ガンプロジェクトは、 先行するヘルプファイトチャイルドフッドキャンサープロジェクトの成果をベースに小児がんを標的とした新たな薬剤候補を探索するものである。対象となるがんは脳腫瘍、人ガ腫、肺細胞腫瘍、肝芽腫、骨肉腫である。2020年3月に中川原明博士が退任したため、知見責任医師は スマッシュチャイルドフットキャンサーチームの当初のメンバーの一人であったゴドフリーちゃん博士に変更された。また、新たな調査対象として PRDM14 と FOX01 が追加された。現在はユズ1に解析が完了し、研究チームが別のタンパク質について最終決定を行い、新しいワークユニットを構築する間、プロジェクトは一時的に休止しています。 ボインクプロジェクトに登録している日本のチームは数多くあるが、ワールドコミュニティグリッドを継続的に解析しているチームのみ抜粋。About Us。ワールドコミュニティグリッド2007年7月28日、閲覧。System Requirements。Help。ワールドコミュニティグリッド2014年11月3日、閲覧。Get Project Config.php。 ワールドコミュニティグリッド2007年7月28日、閲覧。16112010、ッピーシックスバースデーワールドコミュニティグリッド。ワールドコミュニティグリッド2010年11月17日、閲覧。We want to stop pandemics in the a r t r o c k s i b m o r g 2020年4月3日、閲覧。ワールドコミュニティグリッドニュース。 2020年3月17日閲覧。シルバ、S、清水、J カイ、オリベーラ、DMDA トール、A、ダイリラミインディライブドフロムアンサレネリックアシッド、インヒビッツ軸フレプリケーション、サイレップ Q、17703。 ネイチャー、https コロンスラッシュスラッシュドイドット org スラッシュ1 0 1 3 8スラッシュ s41598-019-54169-z グローバルスタティスティックスワールドコミュニティグリッド2020年3月17日閲覧ザッター、ウィリーでワールドコミュニティグリッドディテールドスタッツボインクスタッツン BOINCSTATS.COM 2020年3月17日閲覧 IBM ビルズグリッドフォースモーアルポークスリサーチ COMPUTERWEKLY.COM 2003年2月6日リリーブド2014年4月28日 ABE コンピューターズインリステッドフォーバイトラファイト bbc http コロンスラッシュスラッシュニュースドット bbc ドット co ドット uk スラッシュ一スラッシュハイスラッシュヘルススラッシュ二七二四八三三ドット stm 二零零零。八年十一月二十四日閲覧。クリアリーダニエル ibm オファーズフリーナンバークランチングフォー。フ。マニタリアンリサーチプロジェクトサイエンス三百八七百七十三。 10.1126、サイエンス、308.5723、773、エープミド15879,179、リード、リナックスイズヒア。ワールドコミュニティグリッド、2007年7月30日、閲覧。システムリクワイアメンツ。ヘルプ、ワールドコミュニティグリッド、2014年11月3日、閲覧。ワールドコミュニティグリッド、ビュースレッド、 ボインクマイグレーションアナウンスメント。worldcomunitygrid.org2020 年7月19日閲覧。グローバルスタティスティックス。ワールドコミュニティーグリッド2020年3月17日閲覧。2009年7月末時点の選択肢によるマルチコアやハイパースレッディングテクノロジーの場合は 複数のタスクを処理できる CPU の数によっては3つ以上ともなると考えられるコミュニティアドバイザー2008年6月26日をもって UD クライアントからボインククライアントにすべて移行完了ワールドコミュニティグリッド2009年1月11日閲覧アバウトアス・アワーパートナーズワールドコミュニティグリッド2018年3月4日 閲覧。About Us。World Community Grid.2007 年7月28日。閲覧。ニュースアーティクル。WorldComMunityGrid.org。2020年7月19日閲覧。ニュースアーティクル。WorldComMunityGrid.org。2020年7月19日閲覧。 We've discovered some promising candidates against 稲るアシルキャリアプロテインラダクテイス2020年7月19日閲覧ニュースアーティクル worldcomunitygrid.org2020 m 年7月19日閲覧 AB ポストグリッドカルキアルシャンズ continue to yield progress and inspire new メソッツアゲンストデッドリーディジージス。w 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 o r l d c o m m u n i t y g r i d o r g 2 0 1 8年3月4日閲覧。ペリーマン、アレクサンドルエル、ユ、バイクシュアン、ワン、シン・エキンス、シーン、フォルリー、ステファノ・エル・アイ、シャオ・ギャング・フレインドリッチ、ジョエル・エストンゲ、 ピーター・ジェイ・トール、イバーチャル・スクリーン・ディスクバース・ノベル、フラグメント、サイズド・インヒビターズ・オブ・マイコバクテリウム、トゥーバー・キアロシス・インハ。ジャーナル・オブ・ケミカル・インフォメーション・モデリング55、645-659、ドイ、10.1021。 50万6 7 2 V 一瞬千5 4 9から9596、PMC 4 3 8万6068、八 Pumido 万6146、https w w w n c b i n l m n i h g o v PMC a r ッシュアーテ PMC 4 3 8 6 0 6 8 Decade of Discovery, A New Drag, Lead to Combat d e n g Fever.2020 年7月19日閲覧。Decade of Discovery, Doubling Carbon, Based Solar Cell Efficiency.WORLDCOMMUNITYGRID.org 2020年7月19日閲覧。 ハーバードプブリシャスワールドコミュニティグリッドデータ、レーティングミリオンズオブコンプーズ、フォーユーズイン f ー o ーセ o u e solar cells, w o r l d c o m m u n i t y g r i d o r g h t t p s s e ュ u i r e w o r l d c o m m u n i t y g r i d o r g スラッシュアバウトアス、ベニューザーティコル、ルー、アーティコリドイコール307 ジアリーニュースビューズサイエンティスツ・ファインドツ・ーコンプウンズザット・レーザー・ファンデーション・フォーアニュー・クラス・オブ・エイズ・ドラッグ s c r i p ス・ドット・エドゥ2020年7月19日閲覧ニュースアーティクル w-o-r-l-d-c-o-m-m-u-n-i-t-y-g-r-i-d o, o r-g 2020年7月19日閲覧 エクセプショナルアーリーリザルツインザファイトアゲンスト、レイシマナヤシス。www.wordcommunitygrid.org.2018 年3月4日イツラン。ポテンシャルニュートリートメンツフォーレイシマナヤシス、テステッドインラボ。 www.worldcomunitygrid.org.2018 年3月4日閲覧。enhancing, the potential for nanotechnology to improve access to, clean water for millions m i l l i o n s s e u r e w o r l d c o m u n i t y g r i d o r g 2 0 1 8年3月4日閲覧。 ターニングバーチャルリザルツイントゥリアルワールドトリートメンツフォーシストーソマ。https コロンスラッ w o r l d c o m m u n i t i g r i d org スラッシュアバウト。アスペニューザーティコルトゥー。アーティコリドイコール。四百年七月十四日。閲覧。pmc。ヨーロッパ。ノベルインターサビューネットインタラクションクリティカル。 4HIV-1 コアアセンブリーディファインズ、ines, A ポテンシャリートジティブルインヒビターバインディングポケット。Pocket, ヨーロッパ PMC、2020年7月19日、閲覧。ワールドコミュニティグリッドリサーチ、マッピングキャンサーマーカーズ。W-O-R-L-D-C-O-M-M-U-N-I-T-Y-G-R-I-D.O-R-G、R、G, 2020年7月19日、閲覧。ワールドコミュニティグリッド。 ビュースレッド MCM1 アップデート。worldcomunitygrid.org2020 年7月19日閲覧。オールソン、アーサー、バイアニリング、ニューテクニクスインザファイトアゲンスト HIV。ワールドコミュニティグリッド、IBM2018 年6月21日閲覧。ファイトザ・ホーム・フェーズ2イントロダクション。 ファイテズホームフェーズ s 2カレッジオブサイエンステクノロジーテンプルユニバーシティ2018年7月2日閲覧ザファーストエクスペリメンツオブファイテズ、ホームフェーズ m 2シークツーアチーブツーゴールズファーストツーコンファームザットザニューシミュレーションスキーマイズワーキングアズインテンデッドアンドギブスサフィシャントリーラリオブルリザルツコンペアドツートレディショナリー ランシミュレーションズ、セカンド、ツーデモンストレイトザットユージングビダム、インコンユンクチオウィズオータトックリザルツインベター、プレディクションズザンユージングオータトックオアビダムアローン、ヘルプストップ TV、ワールドコミュニティグリッド、2019年6月19日、閲覧、ザロードアヘッドフォーヘルプファイトチャイルドオフットキャンサー。 www.worldcommunitygrid.org.2018 年三月4回つ欄リーサーチャースリーナイトウィズワールドコミュニティグリッド2スマッシュチャイルドフッドキャンサー www.worldcommunitygrid.org.2018 年三月4回つ欄 ザスマッシュチャイルドフットキャンサーリサーチチームスマッシュチャイルドフットキャンサーチームアンウンセスニュープリンシパルインベスティゲーターニュープロジェクトターゲッツワールドコミュニティグリッド i b m 二千二十年三月十日閲覧マイケロブヨームイミニティプロジェクトワールドコミュニティグリッド二千十八年七月二日閲覧マイケロブヨームイミニティプロジェクトリーサーチャース Create ambitious plans for data. ワールドコミュニティグリッド2018年7月2日、閲覧。アナウンシングザ、アフリカレインフォールプロジェクト、ワールドコミュニティグリッド、リリーブド30億と2019、We want to stop pandemics in the artworks.ibm.org2020 年4月3日、閲覧。comingsoon, opan pandemics. ワールドコミュニティー・イーグリッド2020年4月3日、閲覧。Questions About Science and Technology for OPAN PANDEMAX。Pan pan max. World Community E-GRID 2020年4月3日、閲覧。Questions About Work Units and Batches for OPAN PANDEMAX。Pan pan max. World Community E-GRID 2020年4月3日、閲覧。Help Stop Covid。 19 and future pandemics in the a t t r a c t ワールドコミュニティグリッド2020年5月14日、閲覧。The Road Ahead for Help Fight Child o ー f o o Cancer.www.worldcomunitygrid.org.2018 m 年3月4日閲覧。リーサーチャース reunite with ワールドコミュニティグリッド2。 スマッシュチャイルドフットキャンサー。www.wormunitygrid.org.2018 l d c o 年3月4日閲覧。t ザスマッシュチャイルドフッ o o d ンサーリサーチチームスマッシュチャイルドフットキャンサーチームアンウンセスニュープリンシパルインベスティゲーターニュープロジェクトターゲッツ ワールドコミュニティグリッド IBM 2020年3月10日閲覧。サファイアーエリカ・オルマンヘルプリーサーチャースファインドアンエボラ・キュアー。2014年12月20日閲覧。レッツ・ウッド・スマートエボラ・トゥゲザーアバウト・ザ・プロジェクト。2014年12月20日閲覧。プロジェクト・コンプリートィッド。ワールドコミュニティグリッド IBM 2018年12月6日閲覧。 We have completed it.Thank you for your help and contribution towards this project.Computing for Clean Water Announcements.World Community Grid.2010 年10月25日閲覧 .Computing for Clean Water. 北京センターフォーナノミクロメカニクス聖火大学 .2010 年10月25日閲覧リサーチオペンジカ project o v e r v i e w h t t p w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  r l d c o m m u n i t y g r i t o r g s a r e s e a r c h zika overview.do2016 年5月19日閲覧オペンジカエスワークオンワールドコミュニティグリッドイズコンプリート h t t p s w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  o r l d c o m u n i t y g r i d o r g s l a s h a b o u t a s v e n u アー a r t i c l e ー o a r t i c o l i d o 6 1 4 w o r d c o m e s g r i d o r g m e m b e r s ワールドコミュニティグリッド公式サイト詳細統計チームに CH ボイインク統計チーム情報チームに CH ワールドコミュニティグリッド公式サイト節電しにくい電力を再利用秋葉の PC で米作り100台の利活用がスタート IT メディア2009年1月10日閲覧ありがとうございます